公演会場お集まりの皆様、土佐の城下の台所大橋通り踊り子隊でございます。ありがとうございます。今日はですね、178回目の龍馬さんのお誕生日をこのよさこいを通じて皆さんと一緒に祝えるこのイベント、本当に大好きなイベントでございます。ぜひですね、皆様も、龍馬さんの気持ちになって高知をもっともっと盛り上げて、高知家の一員になってこのイベントを楽しんでいただきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。あ、ちなみにあの前の方には、あの坊主になった淀屋満月さん、ご存知ですかね皆さん。あの吉本興業の高知に住みます芸人。ああ、騙しとけと。ということで、今日はですね、吉本興業の淀屋満月さん、そして司会のめぐみさんも、そして真ん中には龍馬さんも来ていただいております。頑張って踊りますので、皆様どうぞ最後までよろしくお願い申し上げます。さあさあ踊り子みんな、元気はあるかな。さあそれでは参ります。食楽招福七福将来、おかげさまにて、さっさよいやさ。
大橋総理、礼！ありがとうございます。